ガイウス・ユリウス・ウェルス・マクシミヌスは、ローマ帝国の皇帝であり、最初の軍人皇帝として知られる。トラキア出身であったため、マクシミヌス・トラックス、マクシミヌス・セラックス、トラックスは、トラキア人の位と呼ばれ、または、マクシミヌス一世とも、トラキアで、ゴート人の父親とアラン人の母親の間に生まれた。セプティミウス・セウェルスが皇帝の時、軍隊に入隊する。 235年、マインツでアレクサンベルセウェルスが殺害されると、この得体による皇帝宣言を受け、皇帝の不在に動揺した元老院はこれを追認する。また、236年には、息子ガイウスユリウスウェルスマクシムスを共同皇帝に即位させた。三十八年三月、アフリカ族衆総督、ゴルディアノスがこれを不服として反乱を起こすと、 元老院もマクシミヌスから離反し、ゴルディアヌスとその息子を共同皇帝と認めたが、4月12日にゴルディアヌス夫子はマクシミヌスを支持するヌミディア族衆の軍隊に敗北し共に死亡した。ゴルディアヌス夫子の放棄失敗に、早くも元老院はデキムスカエリウスカルイヌスバルビヌスとマルクスクロディウス、プピエヌスマクシムスを共同皇帝として擁立した。 プピエヌス・マクシムスは、マクシミヌス討伐のため、ローマを立って北上し、これを聞いたマクシミヌスは、ローマを目指して南下する。マクシミヌスはこの頃、元老院に同乗した町々の非協力による補給の困難などから、すでに軍隊を統率することが難しくなっており、軍団内部からも不満が生まれていた。5月10日、悪意レイヤを包囲中であったマクシミヌスは、 この得体の反乱によって、息子や側近たちと共に暗殺される。マクシミヌスの遺体は、ローマへ送られティベリス側へ投げ込まれた。マクシミヌスは、喫水の軍人であり、北方蛮族討伐で、目覚ましい戦果を上げ、北方防衛戦の剣士というローマの安定と平和に、貢献した。一方で、そのそやで、無教養な書官などが、上流階級を自負する。 元老院の部別と憎悪を買い、破滅したと言われる。北方蛮族に対して防衛線を越えて、進行できるほどに優勢であった。この時代、ローマ自身が、その司令官の足を救ったことで、後の国内を蹂躙される時代を招くことになる。マクシミヌスは、ローマの貴族階級を憎み、自身に対して、陰謀を企てたと疑った者には容赦しなかった。実際に、 アレクサンデルセ・セウェルスの支持者からは二つの陰謀が企てられ、マクシミヌスはこれらを鎮圧している。アレクサンデルセ・セウェルスが、キリスト教に対して比較的寛容な政策を取ったのに対し、キリスト教と国家に非協力的だと考え、弾圧した。二人のローマ教皇、ポンティアヌスとアンテイルスが彼の知性化において、殉教したと伝えられる。 マクシミヌスは軍隊への給与を倍額としたが、これは増税を招き、徴税人が暴力や不正な手段で税を取り立てることにつながり、ローマ支配層とローマ市民の不和を招く結果となった。軍人皇帝時代、3世紀の危機は、マクシミヌスの知性から数えられ、ローマは、以後、内戦状態に突入。この238年の内戦は、 ゴルディアヌス一世の孫ゴルディアヌス三世が唯一の皇帝と宣言されたことで終止符が打たれたものの6年後の244年にゴルディアヌス三世は不審な死を遂げた。以後284年に遠くらいしたディオクレティアヌスがその翌年にカリノスを打倒するまで皇帝が乱立する状態が続くことになる。ローマ皇帝群像やローマ人の歴史によるとマクシミヌスは 同時大臣よりもかなり大きかったらしい。さらに彼の額、美、顎は非常に目立っていた。親指はあまりに大きかったため、妻のブレスレットを指輪として身につけていた。ローマ皇帝群像には、その他にマクシミヌスの身長が約2.6メートルであるという記述も見られる。しかし、これはこの本に登場する架空の出典の一つである。 コーダスからの引用であり、誇張である、可能性が高い。ローマ皇帝群像の詳細な記述には、言及していないものの、マクシミヌスの同時大臣の歴史家ヘロディアヌスは、少なくとも、彼は、恐ろしい風貌の巨大な男だったので、よく訓練されたギリシア人のアスリートや、蛮族のエリート戦士でさえも比較にならなかった。と述べている。歴史家の一部は、 マクシミノスの異常な身長に関する伝承はある。種のステレオタイプであり、彼を野蛮な無法者とみなし、兵士のイメージが一般市民に呼び起こした賞賛と憲悪を強調したのではないかと考えている。ありがとうございます。